皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園と申します。本日はですね、頭の体操ということで、いくつか脳トレの問題を用意いたしました。皆さんもよろしければこの問題で頭の体操をやってみてください。それでは早速問題に行きたいと思います。どうぞ。今回は間違い探しです。2枚の絵から3箇所違うところを見つけましょう。第1問目、2つの絵には3箇所の違いがあります。見つけてみましょう。街の風景の絵ですね。道路にあるものの色や建物の大きさ、イラストの上の方にも注目してみてください。見つけれましたか？それでは答えを見てみましょう。一つ目は車の色が変わっています。二つ目は建物の大きさが変わっています。三つ目は飛行機の煙がなくなっています。第2問目、2つの絵には3箇所の違いがあります。見つけてみましょう。梅雨の時期のイラストですね。雨粒や花の色にも注目してみてください。大きさが変わっているものもありますよ。見つけれましたか？それでは答えを見てみましょう。一つ目は雨粒の数が一つ減っています。二つ目は紫陽花の花の色が変わっています。三つ目はてるてる坊主の大きさが変わっていますね。第3問目、2つの絵には3箇所の違いがあります。見つけてみましょう。これはお弁当の絵ですね。おかずの色や大きさなどにも注目してみてください。
ご飯にも変化がありますね。見つけれましたか？それでは答えを見てみましょう。一つ目は、ご飯の黒ごまがなくなっています。二つ目は、エビフライが少し焦げちゃっています。三つ目は、人参が大きくなっています。第4問目。2つの絵には3つの違いがあります。見つけてみましょう。これはトレーニングジムのイラストですね。道具の大きさや色が変わっています。右側の方でなくなっているものがありますね。見つけれましたか？それでは答えを見てみましょう。一つ目は、ダンベルの大きさが変わっています。二つ目は、ダンベルの色が変わっています。三つ目は、ペットボトルがなくなっていますね。第5問目、これが最後の問題です。これは釣りをしているイラストですね。見つけれましたか？それでは答えを見てみましょう。一つ目は、靴の色が変わっています。二つ目は、釣った魚が逃げちゃっていますね。三つ目は、背景の雲がなくなっています。はい、全問終了です。皆さんお疲れ様でした。一度体を伸ばしてリラックスしましょう。間違い探しはまず第一に短期記憶、そして集中力や注意力を鍛えるというふうに言われています。正解数ではなくて脳を働かせることが大事です。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。バイバーイ。